はい、どうも皆さん、マルチームかホームに所属している黒と申します。ということで、トゥームレイダー、続きをやっていきたいと思います。前回は、クマを倒すための準備をね、したんだけど、意外と動画にしたら、マウスとキーボードの音がすごい入っててびっくりした。だから一回ちょっとね、タオルを挟んで、高さをちょっと上げ目にして、自分の口とマイクをちょっと近づけて、そう、やっております。そう、マイクアームがね、もう少ししたら届くんだけど、ちょっとそれまでちょっと我慢していただきたい。ごめんね。それでだ、あっちだ、オッケー。キーが大事、キー大事。よっよっえ、キー1本しか入んないの今のやつ。全部隊に次ぐ、先住民が空き地にスネアトラップを仕掛けてる。俺たちの追跡を予想してたんだろ。ちくしょう。イエス。なるほどね。これ落として弓は回収できるわけではない。これあれだ、自動的に草むら入ったらしゃがんでくれるね。こうやって無線で施設を呼び出せ。攻撃されたという連絡があってから音沙汰なしだ。俺たちが遺跡の外で先住民に攻撃された数分後の奴らは撤退し、施設を離れた。あっちにもいる。こっちの戦力の分断を狙った組織的な陽動作戦だ。情報は間違ってたな。こいつらただの農民じゃねえ。攻撃を受けてる。オッケー。近距離の場合ね、そんなこう弓矢をガンガンに引かなくてもいいかな。よし、きい。これ何？準備は順調。俺は旧ソ連軍施設の確保のために最初の飛行機でシベリアにやってきた。他の連中も続々とやってきている。コンスタンティン様が新入りにスピーチするのを俺は後ろで眺めていた。コンスタンティン様の話はいつ聞いても新鮮で惚れ惚れする。今までは言葉だけでどうこう言われてたからうーんって感じだったが、いよいよ動き出したんだ。これはヨタ話なんかじゃない。俺は一度全てを失った人間だったが、トリニティ教団が俺たちを変えてくれた。生きる目的を与えてくれたんだ。新しい世界が待ってる。信じない者にさえ役割が与えられているんだ。まあ完全にその信じきっちゃってるわけだね。ああ、まあマップとかレーダーだね。宮がいっぱい。いなくない？この上かな。1年間トリニティ教団の使者としてモンゴル軍の力を利用させてもらった。ハーンは野蛮だが優れた武将だ。私は預言者を探し出すため国を潰し、都市を焼き、王子たちの命を奪う手助けをしてきた。ロシアでの虐殺は無駄ではなかった。戦利品の中にとうとう地図を見つけたのだ。山を渡りながら一つの季節を過ごし、まさに今朝、氷に囲まれた緑の谷にそびえる建物を発見した。キーテジを見つけたのだ。ハーンに宝はやると伝えると、早速彼は向かっていった。しかし真の勝利は、預言者のまやかしを地上から駆逐したとき、神に捧げられる。ついに神秘の源が我らの手に入るのだ。めちゃめちゃ難しいこと言ってるけど全然わからん。どうしよう。よっ。はい。どうやって変えるんだったっけ。あ、間違えた。さあ来た。まだいるわ。よっよっ。オッケー。どこにいる？中にいるのかな。ういうこと、避けれるには避けれるものがあるんだ。戦うには狭すぎる。おびき出すべきね。この間に。マジかよ。あー、いった。あー、あ、キノコがない。マジか。くれない。よし、ゲイ。危ねえ。おお、ギフトパック。いいな。中だね。回収できるものは特になさそう。ここにあるじゃん、キノコ。キノコここにあるじゃん。あ、そういうことがないもんで、ずっとこんなちょこ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 やってたのか。そういうことか。なるほどね。よし。OK。あと、これか。逃走中の預言者は帝国を越え、現在北へ向かっている。私は今、馴染みの薄い地域に足を踏み入れている。トリニティの命令は明白だ。地の果てまでも偽預言者とその信者を追跡し、彼の異端の教えをなきものとすること。しかし当初の想定より数ヶ月以上もかかっている。彼はいまだに私を手玉に取っているのだ。彼はハザールの地を横切って、コーカサス山脈を横断する。ここに私の不利な点がある。私は帝国のあちこちで話される言語のうち多数を習得している。しかしこのような大口ではしばしば敵対しない程度のコミュニケーションしか取ることができない。預言者の方はまるでそこで生まれ育ったかのようにあらゆる言語に通じているようだ。預言者の方がちょっと強いというか、どこへ行くにしても言葉が話せるもんで、追跡者よりちょっと長けてるんだね。セミオートマチックピストルのパーツ。いいね。なんで敵から拾わない、お前は。なんで敵から拾わないんだ、ララ。敵から拾おうよ。ん？これか。よっ。よっ。よっ。よいしょ。寒そう。わざわざ上にあんなことしやがって。絶対みんな上行っただろう。あれ見事にゲームに騙されたわ。もう冷たそうね。いや、もう冷たそうでじゃなくて冷たいんだよ。骨を切り出して作った矢尻だ。これはモンゴルの技術だ。え？こんなか？いや冷たいだろ絶対。うー冷たい。冷てー。ああちょっと何かあるんだね。モンゴル帝国が公式に発行する許可証、パイザだわ。今のパスポートみたいなものね。おお、昔もそういうのあるんだね。お、キャンプだ、キャンプ。よしよしよし。OK、キャンプし。お、スキル3つ、いいね。よっ。じゃあ次行ってみようか。おお、ビザンティンのガレー戦、どうやってこんなところまで。なんでここにあんの。おお、重たい。よし、オッケー。敵がいるわけじゃないね。モンゴル軍のものね。とにかくここは通った。失われた都市はこの近くのはず。オッケー。オプショナルチャレンジ。上に何かあるはずよ。行ってみようか。どうにかして氷を割らなきゃ。あ、これか。マリア・アデュラは立ち往生してしまった。氷が崩れ、流骨が真っ二つになった。マイ、偽預言者に船の大砲をお見舞いしてやりたかったが、我々は徒歩で移動を続けるつもりだ。こちらにはトリニティ教団の精鋭が6人いるし、食料や物資は蓄えてきた。船員は飢えているが、連中はまだ気づいていないが、目的のために死ぬことになるだろう。部下と私はこの氷の洞窟の出口を探し、徒歩で進む。船が氷に飲まれる前に、南の方から音楽が聞こえた。まずはそこに向かう。しかし、何はともあれ休まなければ。寒さが骨まで染み入り、眠い。少しだけ眠ろう。これ寝たら死ぬぞ、お前。だから死んでんのか、これ。アホすぎんだろ、お前ら。少しだけ眠いっつって。寝た結果死ぬっていう。アホすぎるよ。渡って、ジャンプ。オッケー。よし、うまくいった。よし、上がって上がって。よっ。もう一回。あ、間違えた。これだ。はい、登って。アクション。はい。あ、え？ん？あ、こうかこうかこうか。あ、こうかこうか。はいはいはい。え、あ、え、下がってくるうちに、あ、そういうこと？危ねえ、超ビビった今超ビビった。つかなきゃいけないんだと思う。よし、オッケー、やった。さて上に何があるのかしら。ああ、画面が、おいおい、ビビったよ。あ、ん？え、このままいけるよね。あ、びっくりした、いけるよね。OK、上がって、ああ危ない。OK、マジでこんだけ腕力強かったら君サスケ出れるよ。ララサスケなんか余裕に攻略できちゃうよね。お、金だ、金だ、金だ、金がいっぱいだ。すごいわ。どうしてこんなにたくさんの宝を運んでいたのかしら。パクリパクリです。持たない、お金、金ない、金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 を返す、金。金に目がねえんだ。ビザンティン帝国の敵の弓術について書いてある。エンシェントアビリティ。おお。え。矢を矢筒から抜く間もなく素早く2連射することできます。はい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 。マジか。すげえ。トゥームクリア。やった。え、お金これしかないの？そうなの？残念。OK。あ、見逃すとこだった。ビザンティン時代のブローチ。見事なエナメル細工ね。すげえ。エナメルなんだね。